京、三峠横で営業していた、京、三峠茶屋。京、三峠は、京都市北区にある峠である。京、三峠横に置かれた石碑長坂峠と古来から呼ばれたが、昭和30年頃、もともと、鳴滝と、平岡、小豚沼に存在した、旧、京、三峠名を引き継ぎ解消された。京都府道31号西陣、杉坂線上に位置する、標高446メートルの峠である。西鴨槍と義和と大宮釈迦国とを隔てている。平安京造営のため古くからあった杉巨木をほぼ全部伐採して搬出するために作られた参道の一つが長坂峠である。その当時は原始賀県大津市小野の豪族小野氏のうち5名が現在の北区小野里を開墾し、真由美、杉坂まで治めていた。平安時代には近里御領地の山国荘、新郷寺領のゆべ荘、野々村荘、灘荘などからの年貢米、藍染め用の灰、燃料炭、山菜、果物、かがり火用の松屋に、そして小浜方面から海産物を運ぶ、重要街道となった。南北朝時代、北朝文和2年、久護人等が、毎夜多量の材木を、加担して都へ運び、夜中売買をなし、あるいは、買い手を、関北御用地の小野山に入れて、毎日伐採して数百荷を販売したと、記録報告がある。さらに応仁の乱以降、高峰から長坂口を経て、若狭、丹波方面へ通じる、戦略上の拠点とされ、城が各所に構えられ、その一つが、長坂城で、後に、標出洞を登ったところに、別の山城が構築された。長禄3年第8代将軍、足利義政が、新たに石書を、日野富子のために設け、その税銭を、伊勢神宮造隊に充てる名目で、都の七口に石書を置き莫大な富を得たうちの一つが、長坂の関であった。一方、明応年間年末に、無人となっている、長坂関に代官を派遣することを要望する書が、残っているが、この石書は、峠から南へ下った、道の庭に置いた、長坂峠の関である。中世には、大徳寺の寺領となり、不明庵、寸正庵、寛正庵と呼ばれる末寺が建ったとされる。永正17年第10代将軍足利義職、明智光秀が標出洞に城を作り、後の第13代将軍、足利義輝が一時籠城した際に、長坂の関所が復活したことがあった。近年の明治35年、梅ヶ、畑、中川、小野郷経由の集山街道新道が開通するまで、若狭街道、山国街道、または西の鯖街道とも、飯若狭小浜から東、大森経由で、と、京に、海産物や諸々の品を、小野山久護人が一手に夜を徹して運んだとされ、この京、三峠付近で2だから、天秤棒の人手輸送に積み替えたと言われている。なお、文化11年に、伊能忠敬が2月24日に、細野、小野郷、杉坂を経由して高峰まで測量し、長坂峠と記載されあたり、峠も重要路であった。江戸時代に創業したという一軒の茶屋の建物が、近年まで峠に残っており、古くからの歴史の痕跡を今なお残しているが、茶屋の営業は2011年に終了している。横の石碑には、京都の詩人、島岡健石が、拳の花の咲く頃に、この地で詠んだ歌が刻まれている。うつせみの寂しさゆえに置く、山の拳は白く沈もりて咲く景、三峠からの眺め杉に遮られて眺望が、失われている杉坂の船水車両通行が、可能な峠である。しかし、隣接する峠同様に強路であり、ヘアピンカーブの膨らみを利用して離合するしかない、区間もある。京都市街地から比較的近いこともあり、道幅の割には交通量が非常に多い。かつては夜景の名所とされ、夜間に渋滞することもあった。2020年に津賀の大野山崩れで国道162号線が一部片側通行となった際には、迂回路として京、三峠経由の車両が増加した。この付近の道路下に大型家電をはじめ、ビニール袋や空き缶などの多くのゴミが不法投棄されている。監視カメラや不法投棄防止ネットが付けられるとともに、地域のボランティアや関連行政機関で構成された北区不法投棄防止協議会により、ゴミ回収作業が随時行われている。ゴミ回収作業によるゴミ袋は、毎年30袋以上になるという。2005年頃以降、水峠では杉をはじめとする針葉樹が生い茂り、かつては京都市街地が一望できたという眺望が完全に遮られている。これは、眺望目的に訪れる人々が増えることにより、ゴミの一層の増加を懸念する地権者が、杉などを植えて、眺望を閉ざす一方で、その伐採を見送っているためである。今のところ伐採される予定はないという。正式には、杉坂の船水と称し、一般的に、水峠の水として親しまれている。水峠の北西約800メートル、道沿い西側に位置する。大日如来石仏が祀られる傍ら、石組の放水口が設置されており、飲用可能な清水が流れ出ている。この湧き水は、平安時代から往来者の憩いの場として利用されてきた。ありがとうございます。